裏でリナメコと繋がっているところ。繋がってねえよ。この間狛江と一緒にいたことをブチ切れてた。そう、本当なの？ちょこちょこ流れてたから。うん、いや一応狛江はそうらしいよ。え、その話は掘り上げてないですか？まあ一応そのだからホテルに行って枠を切ったんだって。あ、2人で同じ部屋でガウンガウン来て。へえー、あ、それ知らなかった。それでガチ知らなかった。そうよ、2回したらしい。2回したら。それはお前とコラボしたい。どうだったって。どう言われたい。なんかどう言われたいっていうか、まあ、一応配信者としても先輩だし、うん、関係性としても先輩なわけじゃないですか。はい、全てにおいてマウント取って、うん、俺仕込みはどうだったんだと。そっちか、うん、でもなんか考えたらさそのナーボーを体験した後に狛江を選んだってことは、リナネコからしたらナーボーより狛江がいいって思ったってことよね。でわざわざダメな方向性選ばないでしょ。だからもうそもそもその時点で後出しの方が負けてる説あるよ。いや、カマさんやばいわそれなんでなんで俺言い方すんだ。俺はそう思っちゃったんだけど、どうそれは。いや、それって言ってくんじゃんそういう言い方ないわ。どうってそれ、やばいって言うか。俺仕込みとか言うから。いや、それはわざじゃん。いや、今日落とし行ってんじゃん。最悪だわ、これ。違う違う、それはわざの話だから。リナネコだって、ナーボーとした後に狛江とするって俺もちょっとびっくりした。いやあいつも自暴自棄になってんだな、マジで。いや、そうよ。だからナーボー行った後に田中光輝はまだわかるじゃん。まあまあまあわかるじゃん。あ、そうそう、だってだろ。でも正直その元カノ元カレっていう関係があるから。うん、そうね。田中光輝は俺正直、うん、こんな多分言ったことないけど、それこそ嬉しい。うん、そうね。いや、前は嫌だ。ああ嫌だ。あ、でもしてないって。してないらしい。いや、どうだろうな。してない。それに対して桃奈々がブチ切れて放送やって、なんと3年ぶりに閲覧成功したらしい。その兼ね合いで、その後にリア猫が子供がいるのに男と一緒にホテル泊まったっていうのを言って、朝方にブチ切れて幕を取って、あのそれで3年ぶりで閲覧成功したらしい。なんであいつが切れたんだそうなんだよな。そうそう、そこでなんか私はあの子にもお茶箱に投げてますよ私投げてますよ、うん、あ、子供いるのにそんなことすな言うてるんや言うとった、ね、言うとった、ね、めっちゃ怒ったよな。あんた男にも応援されてんちゃうんかって、そんなこと応援されてる人たちに悪いと思わんのかってね、怒っとった、ね、謎だね。そうそう、その時怒ってた、ね、やってないんやね、1500。そうだから、それもあのオリンピックレベルらしかった、ね、3年か4年に1回っつって。まあそれに対して、その結婚もできないお前が言うなみたいな、子供もね産ませてもらえないお前が言うなみたいなコメントも流れてたみたいだけど、いや、それは言い過ぎだから。いやいや本当に、うん、いや桃山さん可愛いからね、ちょっとちっちゃくて、なんか実際そうそうそう、うん、なんかここに真ん中に入ったら、うん、こじんまりとしててめちゃめちゃ可愛いからね、うん、君たちによく言うけど。いや、配信者誰が一番可愛いと思う？難しいな。来たな、来た、この話。一番可愛い配信者名前挙げられます？あるよ、俺ずっと言ってる今。え、俺はずっと言ってる。あ、言ってんだ。言ってる。ブナマユ。あ、そんな思う？本音聞くまで飲もうけよ。もう、けなげに、けなげに2周回っとった昨日。ずるいよね。俺はずるくないな。なあ。リンネちゃん。あ、リンネちゃんが間違える顔面一番可愛い。顔面はね。これね、結構、便利なのかもしれない。そうや、あ、そう、気づいたの。だってほら、元からも全部したいし。全然やばいじゃん。めちゃくちゃ面白い。なんか、2人で大阪行ったことがあるの。その人が、もう、かかさんめちゃめちゃよく芝居して、2人のこと、ほんま応援してるからみたいな。いや、俺でもだから、ほんまに真剣に、ガチやで。ほんまに応援しててんだよ。な、応援してくれた。ほんまに応援してて、それ1週間ぐらいに別れますみたいになってて、はぁみたいな。あん時に一緒にいたやつ何やったよみたいな。その俺がネットの中で応援してるカップルは、今のところ一番はネトプリカップル、ラムメロネトプリカップル、それを俺応援してんの。なんで？いや、もうそろそろ結婚してほしいなとか、うん、ずっとほんまに思ってて、でそれでナーボーのやつも応援してたの。ほんならもうなんかいきなり別れて、うん、まあでもあの日な、あの一緒に確かにこのメンヘラの壁行ったのよ、あの時な。その時もうリナネコちゃんがあそこでパンツバーン、もうまた開きまくっとったから、まああれやったよな、でもその時点で、うん、パンツもう見たい放題やったもんね。そういうのがあるんだよ。あるあるあるな、ね、あれ叫んだことね。それをさ、いいの、俺はいいんだけど、周りからやっぱり言われるじゃん、それいいのみたいな、それがもう嫌でさ、うん、
え、自分の彼女を周りになんか、はい、めちゃめちゃいい女だなって言われたくないですか？それは言われたいよ。ですよね。うん、なんかもう、え、いい女じゃなかったの？いやいや、あの自分の中ではいい女でしたよ、それは。どういうところが？掘らないでしょ。いや、なんだよ。そもそもないよ、別に。いいよな。いや、もう好きだったからね。うんうん。どこが良かったの？まあまあ、いろいろ。いろいろ？そろそろ、ミズニャンのフェイの話もしますか。いやいや、次のお店でっていう話を。まあ、フェイの話しちゃうの、これ今。なんそれ。いや、もういい子だから。いい子でしょ。いい子今でも仲いいの。いや、全然。あかんのも。うん、あかんにゃ。いや、ほんで、かわいいっていうか、優香にゃんな。ツイキャスは？え、マルタニュースちゃんとかわかります？ああ、わかるわかる。かわいいね。ああ、マルタニュースちゃんな。ね、かわいいよね。昨日ツイッター見たけど、めっちゃかわいかった。なんで昨日ツイッター見た？あ、ルンちゃんもかわいい。あ、ルンちゃんはプライベートとことかしてる。え、なんでほな、ルンちゃんはプライベートは合ってるのに、マルタニュースがいいってことは、ルンちゃんダメなんだ。やばいね。いや、ルンちゃんがめっちゃ可愛いよ。ルンちゃん可愛い可愛い。あの黒髪にしてからさらに可愛くなった。そうなんですよ。なあ。え、でも丸太のやつの方が可愛いね。やばいね。やばくないだろ。この人やばいわ。マメコさんはって。マメコさんも可愛いと思うよ。みんな可愛いと思うけど。マメコさんに対する扱い雑やな、ちょっと。一番外れみたいな感じでな。なんかもうコメント流れてるから拾うなあかんみたいな流れで。もう可愛いよ、マメコさんって感じやん。ダメだわ、コラボしてはいけないって。俺はもうちゃんとツイキャスでは若干影響力あるから言わせてもらう。この人とコラボしたらダメ。いや配信者として殺しにかかってるもん。絶対にコラボしてほしい。絶対にやってほしい。これからコラボ解禁していく。俺マメコちゃんそんな可愛いの？あ、嫌われたって書いてあった。いや、嫌われたっていうか、そうね、関わり今ねちょっと薄くなっちゃったけど。汗すごくなっちゃうよ。なんでマメコちゃんとどんな関係性やったの？なんもないのよ。でも、うん、ちょっと お互いにお酒飲んで、まあ、配信も絡んでね、うん、放送切ってから誘ったよ俺は。さあ、もうさあ、マメコちゃん誘ったの、ね、そしたらちょっと苦笑いしてタクシー乗って向こうは、うん、帰られた。一緒に寝ようって。じゃあ一緒に乗ったの？いや違う違う、どうするみたいな。あ、この後どうするみたいな、帰りますみたいな感じの雰囲気も出してなかったの、うん、で、これはなんかあるなと思って、うん、一緒に寝ようで言ったら、タクシーにちょっと苦笑いしてタクシー止めてめっちゃ、あ、そう違ったんだ、うん、ホテルじゃなかったんや、うん、飲みに行ったりすること言いたかったんだ。もうちょいでもなんか一緒にお酒飲んで話したかったっていうのはあったのかもね。ちょっと選択ミスった、あれは。そうやで、会ったのは初めてやった。いや、初めてじゃない、あ、初めてでもそのレベル、うん、あ、そのレベルの配信者にももう一発目で行こうって言っちゃうんや。それがいけなかったんだ。あのね、配信者をね、一発目で抱こうとすんのは良くないよな。しかし、抱こうとはしてないですよ。何？じゃあ何？じゃあ一緒に寝音としたわけ。いや、もう逆に傷つくわ。一緒に寝て何もされんかったら、こいつなんで寝てんねん思うわ。いや、やっぱ配信者はね、やっぱりね、そう軽くね、見られたくないんだよ、みんなやっぱり。背負ってるものがあるから、それはこの人はね、閲覧をね、5000とか6000とか背負ってるけど、マンゴちゃんが何人ぐらいか知らんで、その違いをあれか知らんけどさ、やっぱり背負ってるからね。もうやだ、この人今日。そんなすぐには裏切れないよな、やっぱりな。そんなにさ、言う人じゃなかったじゃん、香川さん。いや、俺前回あのチャリンコの時で、君、ボロクソ俺のことを言って言ってないよ。いや、俺が聞かれたくないようなこともガンガン言ってたよ、君は。あれ覚えてよ、俺は。いや、俺がな、ラボーと会うって話になって、ああ、その時に俺が最後に会った日のことを想像してて、そしたらふつふつと思い出してきて、あいつよく考えたら、あの時ガンガン聞いてきたなと思って、ああ、だからさっきタクシー乗ってる時にずっとラボーの放送を聞きながら、何聞いたのかなってずっと考えて想像してて、俺。